ぐるぐる巻かれて脊髄反射で君に触れたってもう終わりが見えてしまうから何にも解けなかったどうにも答えられなかった接点ばかり探してた新しい通知だけさばいて優先順位が過去一ばっかできっと君を見捨てられないから理由も知らないまま幸福を願っているふりする係だからああなりたい自分となれない自分どうせどうせが安心をくれたような偶然を叫びたくてでも淡々と加速さして情けないほどの雨降らしながら帰るよじゃねって思いたいのに